触れたクリスは鳥肌が立ってしまい、触れられていないのに先制攻撃を受けてしまった感もあったが、うん、そこはさすがクリス。バラの害虫駆除用のスプレーで応戦。バラは負けを認め、あ、バラじゃないか。鳩は負けを認め飛び立った。うん、見事ギブアップをもぎ取った鳩のことが大嫌いになったと述べ、鳩とのリベンジマッチは絶対ないだろうと思うのであった。鳩ではなくイケメン男子なら喜んでギブアップしたであろうクリス。俺たちは鳩じゃなく人間だからやれるはず。クリス松村のやれる妄想総選挙のノミネートは間違いないだろう。なるほどね。ね。本当どうしようもないやつだね、こう記事全部がね。本当の。うん。そう。そうだよね。本当のクソじゃない？うん。まあこれはね、記事になってませんからね。そうだね。バンキシャですから。うん、はい。さあ、こんな感じのしょうもないニュースあったら送ってください。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキクソステーションの係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。お、来た。いやー、最近ドローンってのがいろいろ話題になってるけどよ。上空からラジコンで撮影するってやつだよな。落ちてきたら危ねえけど、ちゃんと技術のある人がやったらすげえ映像が撮れるんだよな。ただオイラはもっと昔からやってたからね。ベランダによじ登って干してある真っ赤な下着に狙いを定めて、ってそりゃドローンじゃなくて下着ドローンだっての。それじゃ行くぞ。2時16分で叩きす。オードリーの、うん、オードリーの春日がこれの大会で入賞したってことで早速行ってみましょう。こんなボディービルダーは嫌だ。ガリガリだ。これ嫌ですね。ボディービルダーのくせにムキムキどころかガリガリでね。文句言ってやろうと思ったら、ポコチンはムキムキでした。くー、悔しいってバカ野郎。掛け声がおかしい。これも嫌ですね。大会の会場から聞こえてくる掛け声がおかしくてね。キレてる、うん、いいぞなんて掛け声に混じって聞こえてくるのが、チワシュシオスって、それはオイラのサッカー部だっての。ポーズが全裸に見える。これ嫌ですね。筋肉アピールで撮ったポーズがどう見ても全裸にしか見えなくてね。最近よく見るあの芸人と同じネタかと思ったら、本当に全裸だったりして。安心してください。皮被ってますよ。って、それ安心できないっての。審査基準が総選挙だ。これ嫌ですね。ボディービルダーの大会なのに、女たちの投票で優勝決まっちゃってね。うちの番組みたいにみんなにやれそうな男に投票しちゃったりして。どんなブスでもやってくれるはず。やれるボディービルダーは、第1位は、5年連続、草野ひとしさんですって怒られての、つうわけで今週は以上です。今週メールをくれた、イボジマンボウは、ラジオネーム、伊達鳩宗、鉄柱、ルイダ、食べてもいいですか？いや、ダメです。以上のイボジマンボウでした。次回のテーマを発表するぞ。なんでイボジマンボウ？来週は、テニスの全仏オープンがあるということで、こんな錦織圭は嫌だ。送ってこい。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。続々とですね、うん、やれる総選挙にこう、はい、まあ推薦っていうんですかね、うん、これは何でしょうか、何ですか、うん、メンバー、うん、候補メンバーですね、うん、候補者集まってます。ラジオネーム野村ハゲ、うん、僕は佐々木希さんがやれると思います。なんでグルメな渡部さんとばっかり食事に行ってかなり疲れていると思うので、うん、あえて天下一品行きませんかと声をかけて連れて行き、高級なところじゃなくてごめんねとあえてダサい感じを演出すれば、なんだかんだで話が盛り上がって、この人といると楽だなー的な感じになって、たまーにエッチできる関係になれると思いますと。ああ、そうね、やっぱ一流ところにね、はいはいはい、一流の店しか行かないからね、安いとこでってたまにね、ちょっと安いのか、そんな庶民的な店に行くといいんじゃないかっていうね。まあその辺は渡部さんもやってると思うけどね。うまくやってるよね、そこは、ね。渡部さんはね、いいところだけじゃなくてね、ちゃんとこう、B 級の美味しいところも知ってる人でしょ。そう。あの人すごいよね。広いよね、それの範囲がね。広いよ、広い。だからもう無理だね。やられてんだから、それで。
ラジオネームオティ、今年のやれる総選挙には神田愛花、愛花でいいんだっけ、愛花、愛花さんが入ると思います、うん、あの最高に気持ち悪い日村さんでも付き合えたのだから、多少の金さえあれば誰でも速攻やれると思います金でかよ随分安い感じで、安いね、違うでしょあれ、うん、でもあそこまで気持ち悪くないと逆にやれないんだよ多分。そうだね。そうだよ、日村さんもだって選んだわけでしょ、うん、向こうから、うん。だからちょっと、ちょっとやそっちじゃ、ちょっと難しいと思うよ。そうでしょ、多少の金さえあれじゃ難しいよ。うん、そうよ。日村さん選ぶとやっぱそんだけすごいことなんだから。ねえ。なかなかできないよ。ラジオネーム、うん、長州凍える。うん。小木さん、八木さん、小手さん、こんばんは、はい。僕が挙げる総選挙の候補は、浅田舞です。なるほど。最近グラビアの撮影も増えているので、うん、カメラマンとしてたくさん褒めて撮影すれば少しやれると思います。少しやれる、うん、確かにあのおっぱいすごいもんね、うん、おっぱいいいらしいね、結構露出多いね最近、スタイルいいですね、スタイルいいからさ、そうなんだよ、やっぱアスリートの女性も性欲が半端ないって言うしね、うん、まあ、元アスリートだけども、うん、結構あのスタイルだからさ、うん、スタイルいい人ってまたやっぱやれる確率も高いって言うしね、うん、悪い人よりやっぱいい方法がやっぱ抵抗がないの、脱ぐのに、あ、見せたいらしいよ、そのへ、やれるんじゃないの、そっか、やれるでしょう、カメラマンとしてたくさん褒めて撮影してあげればいいんだって、あ、ラジオネームディープ赤町、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは、僕は乃木坂のマイアンを推薦します、あら、アイドルとしてとてもプロ意識の高いイメージがあるので、うん、頑張ってるよねとか優しい言葉をかければやれると思います、というよりもやりたいですまあね、願望入ってきましたけど、やりたいか、そうね、うん、まあいいからでせっからな、マイアンはね、うん、確かにマイアン真面目だし頑張り屋さんだから、そうそう、うーんうーんってずっと聞いてあげて、本当頑張ってるよねマイアン、無理しなくていいんだよってうん、やれそうだね、そういう夢は、うん、確かに、たまにはね、うん、悪い子になってもいいんだよ俺の前だけで悪い子になってもいいんだよって言えば、うん、いいかな、なってもやるかも、悪い子に、うん、ラジオネームワシントン、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは、今年は井上真央が強い気がします、大河で主役を務めるもなかなか数字を取れずに悩んでいる井上真央に、うん、俺だけはずっと見てるし真央の魅力もたくさん知ってるよと言えばきっとやれるはずです、うん、あ、うん、俺は見てると、そう、うん、女の女弱い言葉なんだよね、うん、自分だけが知ってるようなさ、う、俺だけは味方ってね、そうそう、うん、それに弱いんだよ、これいいかもしれないですよ、うん、ラジオネームそれでもクジラは空を飛ぶ、小木さん、八木さん、小武天さん、こんばんは、読まれたら初採用です、うん、今年の総選挙僕はスザンヌを推薦します、うん、離婚したてですがそろそろ夜の営みが恋しくなってきたはず、うん、愚痴を聞いてあげると言って近づけば間違いなくやれると思います、うん、なるほど、確かに軽そう、今年はいけるかも、確かに夜の生活は随分ないはずですよね、うん、ねえ、離婚した直後ってのは軽いでしょう、うん、いいですか、誰でもチャンスあるよそれは、うん、そこを、うん、まだ話聞いてあげればいいのかな、そうよ、うん、いくらでも聞いてくれるよね、うん、聞いてあげれば、ラジオネームファイアーダンス失敗、今年の妄想総選挙ですが唐橋アナはどうでしょうか、あら、不思議な世界観を持ってる人なのでこっちも変なことを言っとけばやれると思います、うん、あの人ね、うん、あ、やれる、そう、やれるね、うん、あれね、日本酒が好きだしね、そう、あれお酒好きって、うん、チャンスだよね、男からしたら、そうだね、明るくなるからね、日本酒飲ませたりとかしてもちょっと変わってるからね、そう、うん、なんか方法はあるはずですよ、うん、うん、不思議な世界観を持ってる人なのでこっちも変なこと言っとけばやれると思います、この辺ちょっと細かくね作戦を ね練れば可能性ありますよ、うん、確かに、ラジオネームボブスレ、僕は蒼井優さんがいけると思います、夜中のバーで一人で飲んでる蒼井優に、自分は帰国子女だから蒼井優のことは全く知らないキャラで話しかけ外国の渋い役者の話をすればなんだかんだでうちで映画見ないみたいな流れになってやれると思いますそうか、なるほどね、そんな感じか、あー、これいいね、確かに帰国中だからよく知らないキャラで、まあ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 、よく来るんですか。